なんか記者会見だよ、さ。スーツ着てった方がいいのかな。サファイアとどれの深夜食堂さん、ワドツです。サファイアさん、いつもありがとうね。ゴルゴもいつもありがとう。ワドツ。スーツ買いに行きます。スーツっていくらぐらいで売ってっかな。スーツ、別に私服でもいいのかな。どう思う？記者会見ってどんな感じ？経験ないから分かんないよ。もっこりおじさんさん、和骨。和骨。サファイアとどれの深夜食堂さん、みんなスーツ用意してるみたいだよ。みんなスーツ用意してんの？マジで？俺だけ私服。黒のスーツ？マジかよ。みんなスーツ用意してんの？みんなスーツなの？マジかよ。みんなスーツ用意してる。マジか。いや、私服で行こう。みんなスーツ用意してんだ。そうだよね、晴れ舞台だもんね。シャンピンとかもスーツで来んの？行ってない。あ、マジか。俺ドルさんの放送聞きながら寝落ちしちゃったよ、昨日。超面白いね、ラジオ配信。クソ笑ったわ。昨日のドルさんの放送超面白かった。ファッキューの話とかさ、あとなんだっけ、なんだっけな、ファックユー日本語で言うの、なんか、おかすぞコラーみたいな。あれ笑ったよね。おかすぞこの野郎だ。そうだ、おかすぞこの野郎だ。あれ笑ったよね、超ウケた。あ、ラジオ放送いいね、ドルさんの。おかすぞこの野郎って。あとなんだっけ、昨日面白かったの。おかすぞこの野郎とね。なんだっけな、なんかすげえ面白いのあったんだよな。おかすぞこの野郎と、もう一個なんだっけな、なんかすげえ面白いのあったんだよな。はい、ワンツー。おお、マシュルダいらっしゃい。昨日より悪化してます、咳が。今日血吐いた、吐血しました。ドレさん、なんでトークスキル高いの、人気持ってないのか。それドレさんにも言ったんだけど、俺原因全部わかってるから。あの、決定的にダメなのが2つあって、時間帯が悪すぎるっていうのと、あと引き継ぎの概念がまだ多分理解されてないから、その2つさえやったら余裕で俺超える、閲覧。だからこの前さ、クワッチでゴールデンタイムでやった時、アクティブ200超えたでしょ。ポテンシャルは俺以上なのに、閲覧の取り方が分かんないんだよ。でもあの人は喋り上手いから、確実にファンつけてくから大丈夫だと思うよ。売名スキルがなすすぎるんだよ。喉からいいから、多分喉、喉が切れたんだと思う。
スーツな、スーツ買おうかな。和道の評価いつも正しいから安心した。いや、ドレさんは絶対伸びるよ。ただあの伸びても大手じゃなくて多分中堅になると思う。あのアクティブ100、200が安定する中堅だと思う。そっから先は俺も分かんないから、自分がその経験がないからそこまでは確実に行く、捨て頃までに。いや、もう肺炎にはなってます。肺炎っていうかね、喘息なんですよ。あの体調悪くなるとヘルペス出て喘息出てっていう、子供の頃から持ってるのが全部出る。日曜日にはっていうか先週の金曜日からその兆候あって熱も出て、だからね、早く肺を治して、今の体力だったらフルラウンド絶対戦えるから、あの見返したいんだよね。なんか体力ね、体力ねってスタミナ切れてるって言われてすげえ悔しくて、走り込んでるから絶対あるんだよ。自分の体のこと分かんないから、分かってるから。俺保険証持ってねえんだ今。まだ国民保険持ってなくてさ、生活保護抜けたタイミングで金ねえから。そうだね。いや、あの実はね、俺ね、こんな体してるけど、あの小学ね、幼稚園入るまでずっと病院で生活してたぐらい体強弱なんだよ。だからあの親が甘やかして運動とかしなかったぐらい、子供の頃ずっと病院生活ぐらいだったんだよね。だからあの小学生とかになって大丈夫になってきたんだけど、あの実はね、体超弱いんだよ。保険証ない。あ、サボちゃん、サボちゃんちょっとね、相談があったんだよね俺。サボちゃんに LINE 送ってもいい？サボちゃん今 LINE してもいい？サボちゃん。サボちゃん個人的にあの LINE してもいいかな。あ、今ちょっと送るわ。今 LINE 送った。 LINE 送ってる間見れてた？映像止まってた？なんか俺があの携帯配信に慣れてなくてあれなんだけど、あの今あのバックグラウンド再生させてたはずなの。映像止まってた、携帯打ってる間。これってなんだろう、ずっと配信されるのかね。止まるのかな。そう、病弱に見えないでしょ。編集者ありがとう。 OK、 サンキュー。ワンツー。え、今もずっとカメラ止まらないで映像来てた？今も止まらないでバックグラウンド再生できてた。スーツ安いところどこだろう。オッケーなんだ。晴れ舞台だからスーツ買うわ。
体でかくなったから今スーツ買ってもすぐ小さくなっちゃうかもしれないけど、なんか安くてさ、いいスーツおすすめなところある？安くていいところ、青木とかスーツいっぱい持ってたんだけどな。青山行こうか。シャツは鎌倉シャツにするわ。レンタルもあんの？スーツって。レンタルもあるんだ。はい、かっちゃんはどつ、ドレさんスーツだけど多分みんなスーツ、いやみんなスーツらしいよ。みんなスーツ買ってんのにお前だけだぞってずっと言われてたもん。青木がいいの？オッケー、青木行こうじゃん。あとシャツは鎌倉シャツ買うわ。鎌倉シャツ4000円くらいで、すごいあの仕立てがいいシャツで有名なんだよ。俺だってもうずっとスーツだもん。スーツ9800円、安いんじゃないかな。明日記者会見なんだ。鎌倉シャツまず行こう。まずシャツ、白いシャツ買いに行きます。スーツ着るのなんか社長やってた時ぐらいだね。あ、やっぱそうだよね、みんなスーツ買ってるよね。手頃、そうそう、今新宿です。スーツセレクトってダメなの？スーツセレクトあるけど、スーツセレクトあるな。ちょっとスーツセレクト見てみるわ。すいません、ちょっとあれなんですけど、一番安いスーツ上下でいくらぐらいで購入できますか？一番安いやつだと1万8000円ですかね。あ、はい、一応2階に行っていただいてございます。はい、わかりました、ありがとうございます。1万8000円か。です。あ、すいません、ありがとうございます。思い出横丁のメンズ FM、 はいはいはい。でもね、あそこね、多分ねサイズがないんじゃないかな。俺あの腕が異常に長いから。あれ鎌倉シャツってどこだっけ、鎌倉シャツどこだっけな。あそこね安いんだけど、あのサイズがあるかどうか分かんないんだよね。
どうしよう、せっかくだったら新宿っぽく思い出横丁で買う、あの激安スーツ。フィムってなんだろう、フィムって、あ、フィムっていうお店か。そうだよね、ワンサイズ大きめがいい。嘘、あんまりダボっと切るとダサくない？すいません、あの白のダブルカフツの自分に合うサイズがあるかどうかちょっと見たくて。はい、はい、はい、ちょっとお手荷物こちらに置いてください。はい、あ、そうです、高野さんお願いします。腕がちょっと長いんですよ。結構タイトめに切られますか？あ、少し余裕があるぐらいで大丈夫です。はい、腕の長さだけ、あの、しっかり、あれば。まあ、このぐらい取らさせていただいているんですが、87が理想です。87、はい、腕の長さが87。そうです、あ、わかりました。雪丈ですね。はい、わかりました。お首もちょっと、はい、あ、お首、はい、はい、お願いします。お首なんですが、はい、実数が 38.5 なんで、はい、大体2センチぐらい余裕みたいなのがあったりもするので、41ぐらいがいいです。あ、なんかありますか？はい、一回着て、サンプルの、はい、41の85っていうサイズでご案内いたします。はい、ちょっと、はい、ありがとうございます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。右手はカジュアルアイテムで、左手はドレスシャツでご用意しております。はい、終わりました。どうでしょう。はい、開けていいですか。はい、はい、失礼します。首はどうでしょう。首はすごいゆったりしてる感じで、で、腕も、あの、もう、うん、もうちょっとやっぱり欲しいぐらいです、ね。もうちょっと欲しいですね。理想で87ぐらいが、はい、であるんですが、はい、一応あのお尻が長いバージョンも実はあるんですが、はい、ただ逆に89ってちょっと長めにはなってしまうんですね。はいはいはい、あのそれ着てみても、あ、もちろん着てみても、はい、はい、あとこのこのシフトあたりこれが一応目安こんな感じになるんですか。はい、なるほど。あと素材ってこういう感じに、素材もなんかいろいろあります。素材っていうよりかは生地の、はい、まあ、あのそうですね、名称に変わってくるんです。もうちょっと腕長いの、長いバージョン、ちょっと待ちか、はい、手長ザルだな。はい、すいません。はい、お願いします。すいません。はい、お願いいたします。これがぴったりです。あ、あの腕も、あ、なるほど、はい、
そうですね、41の89、はい、今ちょっと実はダブル価格が店頭ですとないですか、はい、ちょっと待ってください、裏にちょっと探していきます、ね、はい、お願いします、はい、わかりました、ないかやっぱり、であの1点ずつ、あ、はい、あ、はい、お願いします、はい、こちらでよかった、はい、おかしていただきます、サイズ あったってことですか、あ、そうです、あ、なるほど、一応これがもうよりオーソドックスで、はい、まあ、どのシーンでも使えるやつなんですけど、はい、まあ、これもそうなんですが、はい、ちょっとまあ色目で真っ赤な白に対して、はい、ちょっと淡い感じ、あ、そうです、オフホワイト、はい、糸があの、はい、逆に細くて肌触りが、はい、滑らかなのシリーズであります。触ってみてもいいですか？あ、どうぞ、あ、なるほど、ボタンもちょっとあの、あ、白蝶光沢ある感じ、より特別なシーンとかに合わせる、はい、スタンダードはこっちの方ですよね、ちょっと、これいくらですか？こっち5000円、あ、じゃあこれください、こちらで、あ、はい、ダブルカフスのボタンは大丈夫ですか？あ、ボタンは持ってます、大丈夫、あ、はい、ありがとうございます、はい、首のこの、はい、ここは選べない感じなんですか？これしかない、今のところちょっと今この2種類しかなかったんですが、あ、なるほど、じゃあこれで大丈夫です、白で、はい、はい、お願いします、はい、寄せてください、はい、はい、いや、こちらです、41の89、先ほどお召しいただいたサイズです、はい、で先ほど見るとは49の、はい、あ、ごめんなさい、41の89、41の89、はい、これが首の腕の長さみたいな感じで、首が41で、はい、指だけって首の後ろからあの腕の長さは89、わ、はい、かりました、ありがとうございます、こちらがあの、はい、ワイドカラーで、はい、あの胸ポケットがついてないタイプでご用意しております、かしこまりました、はい、1400円でございます、はい、1万円からお預かりします、1万円で、はい、はい、メンバーズカードってお持ちですか？あ、持ってないです。大丈夫です。はい。あの、今日私だけで。あ、ぜひお願いします。はい。あの、21ポイントが5000円ずつで貯まるんですけど、はい、あの25枚貯まると、あの、はい、5000円分 の, あの金券を発行することができたりするので。あ、わかりました。はい、終わりです。で、あの、この表記よりかは、ちょっと最初大きめに作られてます。あ、なるほど。選択で縮むように。縮んでこれになるように。先ほどのも縮んだ状態のシャツなので。わかりました。はい、で、1万円お預かりいたします。はい。入ります、はい、シルクっぽい生地のなんかチーフとかってありますか？あ、ございます、はい、あ、ご案内いたします、はい、ちょっと一回出させていただきます、はい、4,600円のお買い物です、4,600円の貸し、はい、こちらがあのメンバーズカードとこちらのチケットがあの白洋舎で、あの私もシャツ限定なんですけど、はい、無料で1回出せるチケットになるので、はい、よかったらこれも使ってみてください。あ、わかりました、はい、いや、あのメンバーズカードの後ろ側にあの QR コードが載っているんですけど、はい、あのこちらあのお客様自身であのアクセスしていただいて登録が必要になってきますので、はい、あの時間ある時にも大丈夫なので登録をお願いします、はい、はい、チーフはあのシルクがいいですか、それとも麻がいいですか、はい、何がですか、あ、チーフなんですけど、あ、あ、見てみたいが、あ、そうそう、はい、こちらは置いてきますか、シャツは、はい、はい、ちょっとお待ちください、はい、あ、できればあのカラーっぽいのも見てみたいなと思ったんですけど、シルバーですか、いや、赤ですね、赤、あ、それいくらですか、これが1900円です、あ、じゃあそれください、
あ、赤で大丈夫です。はい、それで。かしこまりました。はい。あ、ごめんなさい、領収書をまとめてもらってもいいですか。サイズ別でご用意しております。はい。ちょっと領収書をまとめさせていただいてください。さっきの。あ、ごめんなさい、失礼いたします。はい、こちらの分ご精算させていただきます、はい、1900円消費税入って2052円でございます。はい、ご一緒させていただきます。はい、お願いします。ではお会計いたします。はい、2060円お預かりいたします。はい、はい、ちょっと確かめなさい。はい、今領収書出し、はい、2992円。いや、肩出し書きが衣装代で、はい、宛名が平和の輪に道で、平和の和ですね。あ、ごめんなさい。こちらで。はい、はい、はい、大丈夫です。はい、お並びいただいてお待ちください。はい、ではこちらの。はい、はい。メンバーズカードのご案内もさせていただきます。はい、またよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。どうも。お待ちしております。あ、すみません、ごめんなさい。ありがとうございます。どうも。すみません。ありがとうございます。どうも。はい。とりあえずシャツとチーフは手に入れました。結構するな。鎌倉シャツにしました。あの仕立てが良くて生地も安定感あって安いんですよ。サラリーマン御用達で結構鎌倉シャツ人気ですよ。知ってます皆さん、鎌倉シャツおすすめです。あのダブルカフスだと大体あのちょっと高いんだけど7000円ぐらいするんだけど、ここね大体8000円9000円ぐらいのものが5000円とかで手に入るからいいよ。鎌倉シャツなんやかんや金かかるね。でもまあスーツは1着持ってたらさ、なんかにね使えるもんだから。あー、俺店員さんにやかる人大嫌いなんですよ。店員さんにやかるのは嫌いですね。あの女性が恥かくんですよ、店員さんにやかると、うん、デート中にあの女性に対して失礼なんで、それはもう親父から徹底的に言われましたね。あのお前がどういう態度取ろうか、あの連れてる人に対して失礼な態度だから、それは絶対やっちゃダメだよっていう、そう、あの相手の女性の格もそれで決まっちゃうんだからっていう風に言われました。それはエスコートできない男だっていうのが親父の教えですね。そうだよね、サイズ合わないんだよ。どうしよう、俺カラーシャツ、カラースーツ着ることが多かったんだけどさ、紺色とかさ、黒で行った方がいいかな。基本的にはってことね、態度の悪い店員にはやかるよ俺。はい、猫はどつ。そりゃそうじゃん、金もらってるわけだから。
態度の悪いやつにはあのやかりますよ僕は。結局やかるとか言わないでくださいさて、スーツ青山行きますね。じゃあ黒シャツとカラーシャツ、あ、じゃあ黒スーツとオーソドックスなスーツとさ、カラー系の色物どっちがいいと思う今回。記者会見用だけど、まあ普段から使えるからね。ほら黒スーツ嫌いなんだよ、正直言うと。黒スーツ嫌いで、クリーム色とかよく着てたんだよ。どう思う？うん、俺の好みはよくクリーム系の色を着てた。目立つっていうか、いや普通だよ。オーソドックスっぽいのだとなんか、まあでも着てたの20代だからな。あんまりね、クロクロしてるとリクルートスーツみたいになってダサいのね。だからよく配信者スーツ着慣れてない人がカッコつけて黒スーツ買うけど、着慣れてないのがすごい出るでしょ。あれはね、チョイスを間違ってるんだよ。クリーム系とか全然ヤクザじゃないよ。紺とかね、ダメ、噛んだろ。全然ヤクザじゃないよ。要はちょっとおっさんっぽく見えるようなスーツ着るんだよ俺。20代25とかで社長やってたから、舐められないように30代に見えるようにスーツをね老けさせてた。黒の方がどこでも着れるけど、俺はね正直黒似合わないよ。着てみようか、一回羽織ってみようか。じゃあ、え、青木と青山どっちだっけ。青山が今見えるんだけど、青山と青木どっちがいいかな。いや安いやつがいいんだよね、スーツ。金ないから、もうシャツだけ7000円かけてるから。ユニバーサルランゲージって安いの。もういい、1万円スーツでいいと思ってるから。シャツはこれ安いよ、めちゃめちゃ安い。だって俺が着てたオーダーのシャツとか2万とかだもん1着。そうっすね、両方着てみますよ。俺が着てたシャツっていうのは2万とか1着。安いよ、5000円なんて超破格だよ。超良心的で、物も生地もいいよ。素材から柄から、俺絶対さ、名前入れてたから刺繍で。俺タイはつけないね。スーツカンパニーはね1万8000円が一番安かった。ただね、ちょっとシルエットが細いんだよスーツカンパニーって。だからタイトに着るっていうか、スラッとしてる子が着るとねかっこいいの。スーツカンパニーの仕立てはちょっと細身に作ってるから俺似合わないんだよね。そうだよ、俺スーツやずっと着てたよ。てかもう20代前半から20代、まあ27の捕まるまでずっとスーツだから俺。正直あれだよ、着こなすよ俺。配信者がさスーツ着るとわらわらってなるじゃん。俺詐欺師の出し子かよってなるじゃん。あんなんにはならないよ、悪いけど。ああいう笑いとか一切起こんないよ。和道ギャルズ歓喜だから。これ直しちゃうよ。スーツカンパニーのクラシックラインならシックでいい。アドバンスラインは細い。あ、俺アドバンスラインっていうの買ってたのかな。いや靴はね本当は欲しいんだけど、靴はもうしょうがないから、いつもボロボロの革靴で行くわ。本当はねオールデンとか履きたいんだけどね。靴はもう9年履いてるボロ靴で行くわ。磨く今日その代わり。これは嘘だ。
まあ、あえて初心に帰るって意味で黒でもいいかもしれないんだけどね。ただ俺ほら冠婚葬祭関わんないからさ、黒着る時がないから別に。普段そのデートする時とか女の子とそういう時ぐらいしかスーツ着ないからさ。シューブラシとか全部あるよ、家に全部ある。革靴磨くセットは全部あるから大丈夫。今日配信しながら磨くよ。9年もつ。穴開いちゃってるけどね。穴開いてるし、かかとボロボロだからもう本当は入れ替えないといけないんだけど、金かかっちゃうよ。靴かかとだけでも買えようかな。そこだけでもそれでも1万円かかるからね。リーガルで安い2万円ぐらいの靴買っちゃおうかな。どうしよう、リーガルで買っちゃう。携帯に引っかかる限り自由じゃないですか。その自由すら奪おうとする、話していたらそれで犯罪者に扱いされる。警察がそう見なせばそういうふうに捉えられるわけです。それとですね、この法律、まあ、まだ法律じゃないですけど、これとですね、アルタ前です。へえ、リペア上手い人は神だからね。作るより難しいからね、リペアは。足の肩理解してないと絶対無理だから。要は足型が全てなんだよ、靴って。まあ靴好きな人だったら分かるけど、もう靴屋さんが一番こだわるのって足型なんだよ。タバコ吸います。あ、そうなんだ、地方民なんだ。何の考えもないよ、別に。人が多いだけだよ。うんうん、田舎の方が住みやすいよ。だ、金持ってさ、もう女もね、遊びもっていう人は東京合ってると思うけど。カチにいらっしゃい。全員会いに行くから。はい、わざいいんだよ、不便な方がいいんだよ。あ、思い出した、あれだ、あれだ、おかすぞこの野郎と、もう一つ面白かった、あれだ、
揚げ餃子のくだりがすげえ面白かったんだ昨日。あれ廃棄だろ考えられねえよ。揚げ餃子に対する恨みのくだりが長くて寝ながら笑ったもん。何回言うんだこの人と思って。揚げ餃子とかさーとか言って、揚げ餃子で笑ったんだ俺。もう夢に出てきそうと思って、ループしすぎだろうと思ってクソ笑ったの昨日。揚げ餃子のくだり見た？ドレさんの放送めちゃめちゃ笑うよ昨日の。もうあのね、もうねコメント打ったら絶対あの邪魔しちゃうと思ったから、もう完全ロムしたの。生まれて初めて完全ロムしたけど超面白かったもん。最高だよ。揚げ餃子笑ったよ。なんかドレさんがなんか貧乏設定を装ってて、なんかスーパーの半額の争奪戦の話をずっと繰り広げてて、揚げ餃子とかあんなもんは昨日普通に餃子で売ってたやつは揚げただけだろっつってブチ切れてたんだよ。何が揚げ餃子だよとか言って超面白かったんだよ。多分ね、たくみさんが言ってんのここでしょ。たくみさんが言ってんのここなんだよ。南、あのスーツ安いってところ、フィムとか多分ここでしょ。たくみさん合ってるよね。ちょっと見てみようか。1万円だ、安いな。安っ。はい、確かに安いな。1万円で普通の紺とか黒なら揃うわ、うん、安いけどね狭いし着替えるとこないし、ラインナップが少なすぎるから青山行くわ。ゆいがさんのスーツ姿めっちゃ面白いからな。ゆいがさんのスーツ姿ツイッターに上がったの爆笑したんだけど俺。見た？みんな、みなこーとゆいがさんはもうめちゃめちゃ笑ったよ。スーツ着るだけで。青山って言ってたよ、青木だっけ、どこ行くっつったっけ、あれどっちだっけ、青木だっけ青山だっけ。いや、ゆいがさんと稲子のスーツはもうほんと神がかって面白いよ。着たことねえだろっていう、もうサイズ感とか袖の感じとかがねもうぐちゃぐちゃなの全部。もうね要はね着たことないから着こなしができないんだよ。着こなしができないの。スーツカンパニーと同系列だっけ。とにかくスーツはねそんなね、まあやっぱね高いスーツは生地がいいから物持ちが全然違うから、安いスーツはねダメなんだよやっぱり。だけど今回はまあそんなに着ないでしょ俺スーツも。青山か、青山行きます。高いスーツはやっぱいいよ、ローテーションしていけばちゃんと着れるからね。8年ぐらいクリーニング出して、今回はまあ安いスーツで行きましょう。スーツは着慣れなんだよね。そうなんだよね本当に。
一発で分かるもんね。こいつホワイトカラーじゃ絶対ないっていうさ、思いっきりブルーカラーの人間だろみたいな。なんかあの結婚式のお父さんみたいになっちゃうの。多分ドイツとかオランダはそこら辺はやばいかな。俺肩幅ないからスーツ似合わないんだよな。歴史もあるし。あ、でもあれか、肩幅結構ついてきたもんな。ネクタイいらないよね。ネクタイまでつけちゃうとさ、なんかあれだから、タイはつけないでいくわ俺。タイつけた方がいいと思う。元が良いからスーツでも OK。 労働階級感が出るよね、なんかね。悲しいよね。ヒエラルキーを感じるよね。革靴履いてくればよかったな、スーツ買うなら。ちょっと思いつきでやべえと思って、みんなスーツ言ってるから、さすがにさ、便所太郎さんに恥かかすわけにいかねえからさ。そうだよ、記者会見でお前何私服で来てんだってなったら絶対嫌だから、まあ、こういう機会がね増やしていかないといけないから、投資しましょう配信業。スーツ企画あるかもしれないもんね。袴は似合うよ、撫で方おもながの顔だから。俺着物着せたらめちゃめちゃイケメンだよ俺。任せてそこは。もうザ日本人の顔だから、ザクゲ顔だから。ひな祭りの人形みたいになるけどね。タイ俺も好きだよ。だけどあのちょっととっぽい感じ出した方が演出的にはいいはずなんだよ。胸元ちょっと開け気味で、あんまり開けるともうやからになるから、ちょっとね1個ボタン外す、2個ぐらいか、上から2個ぐらいボタン外してちょっと開けさせた方が、あのちょっとなんつうの、やからっぽくなっていいと思うんだよね。スキンヘッドにはしねえわ。あれどこだっけな、あれ今西新宿いいんだけど、あった、青木あったわ。青木行きます。あのね、男ってさ、俺は違うんだけど、男の人ってなんでセーラー服好きなのって女の人言うじゃん。あのね、全く同じね、会社はね、女の人に言いたい。女の人ってスーツ好きでしょ。多分ね、あれと一緒なんだよ。俺は別にないけど、セーラー服好きとか。あの女子高生がいいっていうのはね、コスプレなんだよ、要はあれ。シャツ黒はダメ、やから。てか、今時いない、そんなの。2着で2万円か。あ、スーツセレクターにすればよかったかな。マジか。カジュアルジャケット、マジか。1万9000円だな、一番安いので。2着で3万だって。マジか。スーツセレクト戻る ?1 万円じゃねえぞ。あった、9500円あった。ないか、こんな感じか。
ねえな。うん、同価格だわ。同価格っていうかセレクトの方が安いわ。マジか、マジか。どうしようかな、スラックス買おうかな。ジャケットサイズ合ってないのあるけど、ザラのジャケットあるから普段着てる、あれにパンツ買うか。やべえな。マジか。ザラ行こう。ザラ行くわ。青木とかでスーツ2万かけるんだったらジャケットに金かけた方がいい。うん、ジャケットパンツスタイルで行くわ。ジャケット買おう。声優ないかなこの辺。ザラ行くわ。あ、どうしよう。うわ迷うな。ジャケットパンツスタイルで行く？ジャケット持ってるやつで金かけないで。いや、シャツ白かったからスーツやめとこう。ジャケットにパンツでいいか。ジャケットでパンツでいいよね。どう思う？ちょっと硬くはならないけど、ジャケットパンツでオッケーですか？普段ほらジャケット着てる時あるじゃん。どう思うみんな？どうすっかな。いいや、スーツここで2万とか今ねえ、ここで見え張ってもしょうねえよ。そうだよね、そうだよね。ジーパンでいいや。ジーパンにジャケットとシャツだけ買ったからこれくらいにしとこう、うん、で 家でちょっと着てみるから。スーツかっこいいけどね、うん、まあこれが俺の現実だからさ、うん、やめよう。あんまり無駄遣いしてもしょうねえわ。とりあえずあのシャツリスナーさんからあの今回の企画で支援していただいたやつで、チーフと、ポケットチーフとシャツ購入させていただきました。大切なお金なんで、ちょっと、他に使います。食っていくのにいっぱいだからね。いっぱいいっぱいだからね。金がっつり掴んだらさ、大手配信者になって100万とか取れるようになったらいいスーツ着ようぜ。ジョルジョ・アルマーニ着ようぜ。ジョルジョ・アルマーニ、俺はジョルジョ・アルマーニを着たいよ。60万ぐらいするスーツね。まあ、ジャケット着てればそんな言われないでしょ多分。
G1 にこの白いシャツにジャケット羽織るだけにしとくわ。節約。帰ります、帰宅します。はい、こんばんは、キットさん。本屋さん寄りたかったな。帰ろう。本屋寄りたかったけどね。はい、こんばんは。パソコン失ったからな、超痛えよな。この画質で配信業結構きついよね。あ、でも携帯配信楽だな、手が疲れねお疲れっす。お疲れ様。なんかさ、スーツの匂い取るのファブリーズとかで大丈夫かな。ファブリーズとかで取れる匂い、スーツの匂い。全然クリーニング出してねえからファブリーズするわ。帰りファブリーズ買ってこう。スタビってなんだろう。スタビがわかんない。スタービーチ。そう、携帯、もうパソコン持ってない俺。ぶっ壊れたパソコン今蔵から出してるところだから、クリーニング出さないとね。いや、男の一人暮らしとかだらしねえんだよ、やっぱりだらしねえんだよ。パブで大丈夫かな。カメラ揺れないやつか。スタビライト、そんなんあんだ。柔軟剤の香りのスプレーもいいんだ。そういうのはね、やっぱ奥さんがいないとね。彼女とか女の人はそういうの気使えるからさ、やってくれるけど、男はダメよ。着るものあればいいんだもん、何でも。だからね、彼女ができると急におしゃれになる男とかいるもんね。あ、これね、女の人ね、知ってると思うけど、男が浮気すると男はおしゃれになるんですよ。なんでかっていうと、その新しい彼女の趣味で服とかが変わるの。だからね、男の服装が変わった時はね、女できたと思った方がいいよ。これはもう鉄板だから。男は服に無頓着な人が多いからね。
初見さんいらっしゃい、まりちゃん。楽しんでて。和道です。独身時代そんな感じでしょ？うんうん、そう、男はね、何でもいいんだよ、着れれば。でもね、やっぱり彼氏とか旦那さんにはね、かっこよくいてほしいもんね。女の人だったらね、決めるときは決めてほしいもんね。ルイさんいらっしゃい。いや、配信者だってもう東京に集まってるじゃん、ずくずく。青山もいるんでしょ、テルチャンピンも、みやびさんも全員集まってるでしょ。イカツイスタイルだった時、いや別にイカつくはないと思うよ。イカつくはないと思うよ。普通だよ、普通。ずっと潜ってな。コメント打った方が楽しいよ、配信は。コミュニケーションツールだから。テレビとは違うんだよ。あの、人との会話の中でその日のトークが変わるっていうのが生放送のめちゃめちゃ面白いところだから、どんどんね、絡んでもらいたいですね、僕は。試合土曜日じゃなかったかな。試合土曜日だよね、6月10日。結構みんな注目されてるよ、このイベント、捨て頃は。どうなんだろうね、俺は当事者だからさ、結構このイベント盛り上がってんじゃないかっていう風に思ってるけど、傍から見たらどうなんだろうね。この試合注目されてんのかね。俺は未だかつてない規模のイベントだと思ってるけど、メンバーが豪華すぎるでしょ。そう、絡んで絡んで。広島から応援してんだ、いいね。日本つながってるね、俺らは。日本全国。はい、こんばんは。しおさんいらっしゃい。そうだね、香川万博以来のね、イベントとしては、こんだけ大型のイベントとしては、香川万博以来じゃん。富士そばとかね、富士そばかば、富士そば万博捨て頃ってなるんじゃないの、今後は。富士そば万博捨て頃、それ年3回でっかい企画があるっていいじゃん。イベントとしてはスタバ寄っていい、ちょっと。大阪からありがとう、トミちゃん。スタバ寄るわ、たまには飲みたい。スターバックス、初見さんいらっしゃい。楽しんでて。シャツを買いました。風っていうか肺炎っぽくなってるね、ちょっと。とてもじゃないけど、これ1ラウンドも戦えないよ。あ、どうぞ。すいません。こんばんは。キャラメル、あ、違うな、ダークモカチップフラペチーノのベンティーで。かしこまりました。はい、お願いします。はい、1000円お預かりいたします。はい、あ、いや、5円あるかな。5円あった。ごめんなさい。いいえ、とんでもないです。2010円お預かりします。はい、はい、あ、レシート大丈夫です。大丈夫
うん、裸眼でやるよ。裸眼でいく。うん、俺もともと小児喘息持ってるから。近所のスタバ。はい。どうも。実はね、飲食店で愛想よくしないといけない理由っていうのは、飲食店やってたから分かるんだけど、バイトとかってムカつく客とかいたら唾とか平気で吐くよ、うん、だから自己防衛のためにやってるんだよ。バイトやったことあるやつは分かるけどさ、なんであの客ってなったら何つくか分かんないかんね、厨房の裏で。店員さんとは仲良くした方がいいよ。落ちたもの出すとか全然あるよ。つばとか平気で入れるよ、学生とか。忘れてた、KP 忘れてたよ。行くみたい、いらっしゃい。袋で黒服やってたんだ。
家帰ったら試着してみようか。家帰ったら試着してみよう。スーツはね、買わなかった。シャツだけ買ったよ。シャツとチーフを買った、うん、いや、スーツ買わなかった。うん、試着配信してみよう。ファッションショーではないけど、寒いのにフラペチーノとか、俺アホだな。クソ寒いわ、アホだわ。おー、バーガープレゼントありがとう。バーガーありがとうございます。アイテムありがとう。うん、寒い。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前パッドボタン押してんねん、もう。